ブラッドは、チョ、アイズ、イラスト、ユランによる、ライトノベル。第28回ファンタジア長編小説大賞、銀賞受賞作。投稿時のタイトルは、ブラッド・イン・ブラッド。全3巻。2016年10月20日をもって完結した。また、核読むに短編が3話、ピクシーフに短編が3話と、 合計6話分の日常編が掲載されている。なお著者は後書きにてワイルドアームズセカンドイグニッションの影響を受けていると述べており、キャラクターの性格やセリフ回しなどにその傾向が見られる。10A は思考の血族と日々戦う剣士の少年。ある日、思考の血族に襲われていた同僚クイーンを助けた際にペスティとも出会い、 襲撃してきた思考の中の思考クラフトを撃破。クラフトから一方をかばうペスティを見て信頼し、母親を探しに来たという彼女の頼みを引き受けひとまず、自宅に住まわせる。しかし純盟に惚れていたクイーンもくっついてきて、想像しくも心温まる同性生活を送ることに。一方、ペスティに追ってを差し向けたロードリオストーカーは、彼女が太陽の下でも活動できる存在と知ると興味を、 抱くそして自らの手で連れ去るべく行動を起こした。ペスティはたまたま 10A とその友人コートスの話を立ち聞きし、母親がすでに人間に殺されていたことを知って激しい、自殺願望に囚われてしまう。さらに揺らぎの暴略によって、正体を暴かれたことで追われる身となり、ペスティは 10A の前から立ち去ってしまう。クイーンと共に追った先で、ペスティを保護するもそこへ。 ロドリオストーカーが襲来。圧倒的な実力差で無力化される 10A だったが、ペスティの血を飲んだことで発動した人間と思考の、血族の愛の力である、絆地の共振により、ロドリオと互角に渡り合えるようになった。10A の技、ペスティの闇闘技、そして最後にクイーンの武器を用いて、ロドリオの心臓を貫き勝利する。三人で暮らす創造しくも心温まる生活に、 やがて楽しさを感じるようになり、二人の少女の存在が、かけがえのないものとなっていく。二巻では、かつての上司であり、第二のシリアリアラングレースとの関係が判明する。恋愛感情があったのかはわからないが 10A にとって、超えるべき目標であり、そして憧れの存在であった。しかし三年前の戦いで、ランス・ロランスと相打ちの形で死亡し、さらには、 仲間だったコートスとクラリタもそれぞれ右腕と右目を失う結果となり仲間を守れなかった自責の念を抱くようになった。10A が暁の英雄と呼ばれるようになったのは上層部がリアリという聖女を失ったことで士気が下がることを懸念し聖女に代わる英雄を欲したからだった。2巻終盤にてリアリの仇であるランスと退治。 ランスもまた恋人を1エイに殺されており、憎悪と復讐心にまみれ、その狂気にけされる1エイだったがペスティの呼びかけにより、奮起。命に変えても復讐を果たすというランスの狂気に対し、1エイは、大切な者たちのために生きる思いで対抗し、リアリが最後に放ったように、クモリュを用いて勝利する。負傷した1エイは眠っている間に、ペスティからキスをされ、 このことから一気に距離を縮めることとなる。最終末期となる3巻では、クリアナを強襲した思考の血族の大替を、コートスと共に戦い抜き撃破。誉れ高き血統を打ち滅ぼす聖小隊、シルバーエッジの一員となり、指定とし、クリアナにて、最後の決戦に挑む。最初の障害として立ちはだかったランドルフと死闘を、演じ、ペスティの新たな力が覚醒したことで勝利する。 だが、ランドルフや、血族の死体を操り、人形とした、ロットの奇策により劣勢となる。しかし、クレナイい蛇の捨て身の策によって、ロットの居場所を特定、ペスティの援護を受けたクラリタによって、ロットは打ち取られた。そこへ 10A は、ランドルフが死んだことを知ったガルビアスから通信を受け、決闘を申し込まれる。地上にて、最後の誉れた下記決闘、ガルビアスと対峙し、 ペスティとの絆地の共振で立ち向かい互角の死闘を繰り広げる。最後はガルビアスの闇を滑る者によって再現された地を行く大体と春の奥伝高月の戦いとなり、ガルビアスの方が一瞬早かったものの最後の最後でペスティの力が加わったことで 10A の勝利に終わった。死に行くガルビアスから繊維をなくした思考の血族は見逃してほしいと頼まれ。 快諾約束通りと音奏を始めた血族に対しては、深追いは厳禁として見逃した。最終決戦で、ペスティトの中を一気に深め、彼女に対する恋心を、ついに自覚する。エピローグでは二人がキスをしようとする現場に、クイーンが突入して阻止しに現れ、この物語は幕を下ろした。思考の血族に対抗するために結成された、武力組織。 クリアナの防衛と治安維持を司る防衛機構。掲載は階級順。本作における敵に英。かつては吸血鬼と呼ばれた種族。千年前に地下にこもった人間に代わって地上を支配しており、その数は人類に危険するほどまでに増えた。基本的には人間を見下し抹殺の対象として見ている。良質な地の持ち主は監禁して勝っている。 当主誉れ高き血統をロドリオ直系の思考の中の思考の中でも優れた三人の血族その正体はロドリオの息子たちであり、全員が闇予告を乗り越えたことで比類なき力を手にしている。闇を滑る者を極めたロドリオでも息子三人の闇闘技は再現できないという。思考の中の思考思考の血族の中でも高い力を持った者たち。 闇を操り様々な事象を引き起こす闇闘技という異能を持つ。また闇のオーラによって攻撃を防ぐことも可能。思考のボンパ百の思考の血族たち。主に石膏として活動する。一貫後書きより。ありがとうございます。